モン美容部へようこそ。今日はカレンデュラオイルの作り方を解説したいと思います。これは1ヶ月カレンデュラを漬け込んだオイルなんですけど、私はコットンとかでこしてないのでちょっと残留物が浮いてるんですけど、スポイトで使うので平気です。気になる人はね、最後オーガニックコットンとか 100% コットンの綺麗なコットンでこしてください。コーヒーフィルターでも多分大丈夫だと思います。でも私はね、布とかでこすと雑菌が入ることもあると思うので、私はもう瓶から直接これに流し込んじゃうだけです。で、1ヶ月こういうカレンデュラを瓶に入れて、で上からオイルを入れて、これ浸してたオイルに浸しておいたカレンデュラなんですけど、もうオイルは先ほどの瓶に入れたのでほとんど残ってないんですけど、このような状態になります。でオイル注いだ時、カレンデュラの花がパーッと開いて、乾燥したカレンデュラの花が開いて、なんかジャスミンティーみたいに、なんかこう綺麗な状態になります。で、使ったオイルは、私はアーモンドオイル、スイートアーモンドオイルを使ったんですけど、何でもいいです。オリーブオイルでもいいし、あとこのオイルをオイルクレンジングとか全身にじゃんじゃん使いたいって人はベビーオイルでも大丈夫です。アメリカではベビーオイルにカレンデュラをつけて、カレンデュラオイル作ってベイビーのおむつかぶれとかを防ぐのに使ってる人もいるので、コスパよく安く作りたいって人は薬局で売ってるベビーオイルでもいいと思います。でも私はね、顔にも使いたいし、旦那が足が痛い時マッサージする、腰とか足とかマッサージする、全身に使いたいので、アーモンドオイルが一番サラッとしてて、ボディーローションとして、ボディーオイルとして使うにも一番使い心地がいいので、一番おすすめはアーモンドオイルです。マカデミアナッツオイルとか、なんか高級なオイルを使う人もいるそうです。これまた私が買ってるのリンクしておきます。アイハーブで買いました。これもアイハーブで買ったんですけど、カレンデュラのオイントメント、これもよく傷にも効くし、これ私リピート2回目です。やけどとか、あと私はニキビとかできた時のニキビ跡、治ってきた時にこれをつけたりもします。日焼けにも効果があるそうで、カレンデュラは西欧ではなんかこう万能の魔法のハーブ、薬草と呼ばれてるそうです。アーユルヴェーダでもね、よく使われます。この黄色い花自体がなんかこう縁起がいい感じがするそうで、結婚式とかの飾りにも使われたり、あとお菓子の色付けにも使われたりします。このカレンデュラティー作るとすごく黄色くなるんですね。その黄色を利用してターメリックみたいに黄色い色のカップケーキとかを焼くときに使われたりもします。で、日本ではカレンデュラ金銭花って言うんですけど、すごくマリーゴールドにも似てて、ポットマリーゴールドとか呼ばれたりするので、観賞用のマリーゴールドとはカレンデュラは違うので、そこだけ注意してください。ちょっと乾燥のカレンデュラも見せようかな。こんな感じです。で、種が入ってるものはちょっと種が虫の死骸みたいに見えることがあるんですけど、虫の死骸ではないので安心してください。私初めて買った時ちょっとびっくりしたんですけど、調べたらこれはカレンデュラの種で大丈夫でした。お茶にして飲んでもいいしね。まあでもあんまり個人的にはあんまり美味しいとは思わなかったんですけど、でも抗炎症作用とかそういう痛みを鎮めたりする作用があるので、お茶として飲む人もいます。なんかいろいろ健康効果があったんですけど忘れちゃいました。でもね、これ冬場すごい、私は結構敏感肌で
で乾燥肌なので手荒れしやすいんですけど、冬場はすごく重宝してます。パッと使えるし、すっと馴染むし、あとクレンジングオイルとしてもね、乾燥がひどい時にお化粧、濃い化粧をして落とすのってすごい肌にダメージがあるんですけど、これでよくマッサージして、それから優しくお湯で洗い流せば、メイクも肌を傷めず落とすことができます。参考になれば幸いです。1ヶ月以上ね、冷暗所で寝かせてください。それで越した後はなるべく3ヶ月以内ぐらいに使い切るのが、一番効能が高い時期にオイルを消費できると思います。あとね、ベニシアさんのレシピ動画も見つけたので、ベニシアさんの金銭花の保湿クリーム作りたい人はまた下の概要欄チェックしてみてください。こういう風にね、ハーブはね、これオリーブオイルにつけたローズマリーなんだけど、ローズマリーでも同じように作ることができます。これは食用のオリーブオイルにつけたローズマリーなので、これはクッキングの時に使うオイルです。もちろんね、肌にも使えるんだけど、これは料理用です。参考になれば幸いです。またね、バイバイ。